ということで、はい、という感じで始まりました、本日、ドルナバラジオ、映ってないよ、映ってないからね、じゃあカメラ絶対真っ向の方がいいってこっちねえな、でもさ、ちょっとどう見たって斜めにしてこっち見ちゃうじゃんすげえ斜めだし こうかな、こうの方がいいのかな、はい、ということで、ドルナバラジオ第4夜にして、はい、初めて外配信でございます。外配信で、まあなんでかっていうので、うん、まあまあ後ほど話すとして、ね、後ほど話すとして初めての外配信です、うん、そうなのでちょっと小声かもしれないですが、そこら辺はちょっとご了承ください。まあ、ある程度これぐらいのね、大丈夫だと思うんですけど、うん、これ雰囲気がいいね、居酒屋さんの感じ、はい、そうですね、出たいし、はい、今日は実はどこにいるかというと、うん、東京都新宿区、うん、渋谷にいます。はい、ね、お店の名前が、うん、お店の名前が名前が持ってないですね。焼き豚のロジさん、そうですね、はいロジさんですね、はい、はい、なんでここを選んだかっていうと、はい、僕の知り合いがいるからです、はいはい、ね、深い知り合いがいるんですよ知り合いというかというところで、うん、あれですけど、うん、はい、ちょっとこの場所をね、1時間ちょっとお貸しくださいという話をしまして、はい、急遽ですけどもお貸ししていただいたので、ね、はい、こういう感じで、はい、配信しております。ロケハンがね、大変なんですそうですね、この2日間だけでもロケハン大変だったからね、いろいろありましたよ。はい、まあそうなんですね、なんかいろいろやりながらいろいろいや、なんなんで本当にね、まあ、慣れないことはするもんじゃないですけどちょっとね、今日声変ですけど、すみません、うん、やられてまったもうね、今日のイベントでね、だいぶ叫んだからねやったかも、やったやったということで、うん、なぜ僕らが、うん、ここ東京にいるのか、うん、という話から始めたいと思うんですけども、はい、実は、うん、今日、4月の29日、はい、まあ、28日なんですけども、はい、幕張メッセで行っております、はい、ニコニコ超会議2018に、はいはい、まあ、1日だけ、今日だけですけども、はい、参加させていただきました。まあね、参加というか、うん、まあ、超外配信、え、シャーブース。シャーブース、はい、合ってます？超配信シャーブース。はい。見て、ね、外配信の僕らが、はい、ちょっと、受かって。そうですね。はい。パスをもらって、はい、行かせていただきましたよ。はい、ね、これ前回2回行ったことある俺から言わせてもらうと、関係者入り口からスッて入るのすごい楽すごい楽だった本当に、ね、長蛇の列をこうね、皆さんこうやって大変なのいかないですか、うん、こういう風にずーっと蛇行して蛇行して1時間ぐらいかかるんですよ、あれ、うん、本当に早めに行って、ね、うん、それをね、なんかこうちょっと今日は俺コスプレしてたんで、うん、まあ、ちょっと今日ちょっと変な外人みたいな感じになってますけど、外人っていうかね、山登りのおじさんですよね、完全に山盛りになってますね。その中こうね、格好でちょっとこうね、こうユーザーみたいな。そうですね。2人とも、2人ともホテルに今置いてきましたけど、僕らここにユーザーパス、なんか3日とかやらしくてね。うん、ね、うん、入れますよっていうパスを僕ら、ニコニコの本社の方から送っていただいて、はい、それで関係者入り口から入って。うん、ということで、生放送をしたわけですよ。そうですね、まあ、生放送の内容的には、まあ、中でわちゃわちゃしたやつを撮って、30分撮ってとかっていう話だったんですけども、僕に至ってはその1回しか放送しておりません。あー、まあそうね。うん、ちょっと携帯の充電等々いろいろあったので、まあ、動きがあれなんですが、これなんか、細々となんかやってるけど、ちゃんと配信できてないかも。すみません。なんかあと、VTR 持ってきた場合の俳優を
使ってたんですけど、全然ね、ルーター新しいんですよ、あれ。ルーター何だったら先週書いてますから、全く電波拾わなくなっちゃう時があって、やっぱすごい混戦しちゃってるみたいですよね、どこに。では、まあ、ちょっとね、まあ、そういう資格しながらやってたんですけど、はい。はい。はい。お疲れ様でございます。はい。お酒カットでいきます。はい。失礼します。ということでですね、ここ居酒屋さんなので、飲ませていただきます。今回、初めてですよ、ラジオで飲みながらやるっていう、飲んだり飲みしながら、本当に本当に飲みとかやばくてやろうかな、やらかしやろうかと思って外配信ですからね。なんせ外配信ですよ、まあまあ、いや、今日まで本当緊張感があったんで、大変だった。ミッションがあってたいのに、そう、なんか俺いつもここはこういう風に行こうとか遊びに来るからみたいな、もう明日は早く起きなきゃいけないみたいな、今日出番が10時だったから今日何時だっけ、6時か4時ぐらいだった。6時半ですね。6時半にホテルで起きて、まあ、シャワー浴びるなりしてすぐ、まあ、それをいただきます。はい、低温調理の刺しでございます。あ、超うまそう。じゃあ、ごま油使った。はい、ありがとうございます。いや、俺じゃない、俺じゃない。ということで、続々と料理も一人、低温調理をした、豚の下を切り、細かい刺身ですね。刺身にした、うん、はい、ということで、ちょっとね、ビールが終わった時に、ちょっと冷めちゃうんで、はい、じゃあ皆さん、お疲れ様でした、ケリー。やばいいね、これはね、効くね。あ、ごめんなさいね、シャシャ。カメラマンがカメラがこう気にしないと、ね、残る方にちゃんと残ってそうですね。なんかいいですよ、これ。あ、そうですね。知ってます、僕日本酒飲んで、うん、置いときました。これね、ニコラマ超会議の超配信がどのぐらいやっていかったかわかるんですけど、うん、結構まあでも俺16とか、そうですね、僕も16ぐらいだった気がします。いろいろもらってみてくれてね、何人もいるかわかるんですけど、聞いたらまた決まって、そうですね、うん、まあ何だろう、今日こうやってラジオできたっていうところがやっぱり大きい、僕の中では、うん、まあ、毎月毎月、先週日曜日は夜10時からだってドル生ラジオ、もともとはね、うちのスタジオというか、そうですね、はい、でやってるんですけども、うん、まあ、今回に関してはちょっとこうやって東京に来てるので、うん、外配信でどうしようってすごい頭の中で考えた結果、もう台本を作るのをやめるという、そう作業をしまして、いや、もう今日は入ったってしょうがない、うん、しょうがないっていうか、こういうのも欲しいんじゃない。まあまあ、うん、今までしかも1回目以外は全員ゲストいましたからね、うん、そうね、うん、どうやって喋ろうっていうところだったんですよ、うん、まあ、今回2人で喋れるので、うん、まったりね、まあ、打ち上げ風景みたいな、うん、そうですね、ミニ打ち上げですね。そうですね、はい、本当に大変だったというか、うん、まあ、追って順に説明をするとですよ、うん、昨日、うん、朝の、うん、7時、うん、ちょい過ぎ、まあ大体7時ですね、うん、に、僕がすすきのまで、うん、そのお迎えに行き、うん、そこから合流をして、新千歳空港に着きました、うん、もうね、その時点でね、高速は混んでました。あ, あんなにあの時間にあそこの道混むかってぐらい混んでましたね。ね、まあ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 、ね、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。なんだろうね、踏んでたというか走りにくかった、うんうん、まあそれで高速乗ってビュンと千歳まで行って、うん、車を大きい工場まで行きました、うん、混んでたよ、工場もやっぱり、ね、ただうちらは10時20分の、うん、なんだ飛行機、うん、でこっちに来る予定だったので、
かなり余裕を持って帰れたかなと思うんですね、うん、チケットもすぐパッと取れて、うん、中高時に知り合いに会ってそうなんですよ。あ、どうぞあのしかも実は会ったのは初めまして、そのさ、もこみち風いらないか、もこみちレモンじゃないかそれが来ましたそうで、初めて会った人でしょ、ね、ね、うん、まあ食べてみてくださいよ。なかなか激しい気持ちもあるなかなかね、キャラ濃かったんですよ、うん、うん、見て、いや、でも、まあああいう集まりですか、まあそうですね、社畜とはああいうものですからまあその稼いでもいいんで、こうね、うん、そうそうそこに出すっていうね、あの遊ぶというか、この人に関しては野球とサッカーを見に行くっていう状態ですかね。うん、まあ、あとは仙台なので、今年あのどちらのグループ内で、あの仙台にいた子がいるんです。その子に会いに行ったと。どうですか、美味しいですか。このあっさりに、うん、ちょっとじゃあ僕もいただきます。上品、うん、まあ、なんかちょっといい感じの系の女性が来たいんですよ、ね、男2人でしかも1人をあの山男で最後の思うとね、どっかしらみたいな、どういう人じゃないのマジ絡まれたら面倒くさい人でしょ、これ山男でね、本当にニコニコの最後の最後の二人して山男と。そうね、そうだ。あ、これは美味しい、美味しい。うん。うん。まあまあ歯ごたえがね、あの牛タンのコリコリ感もあって。したレバ刺しみたいな、うん、ね、レバ刺しの、しかも臭みないんで、そう、レバ刺しとパンをパンだからね、はい、ね、うん、合わせた感じ、うん、うまい、体にちょっと冷めないでしょ。あ、そうですね、どうぞどうぞ。大丈夫、これ何唐揚げ、鶏から、うん、ピリ辛ホルモン、豚ですね、聞いた、軟骨入り。北海道人は豚ですか。うん、牛じゃないですか、うん、すき焼きは牛ですか。これね、見てる人ね、本州の人はびっくりするかもしれないですけども、うん、北海道人はすき焼き豚ですから、うん、大体、うん、あの 牛の人もいますけど、うん、豚が7割です、うん、マジでピリ辛、ちょっと辛い、うん、まあ、でも俺の辛いの基準と、そうですね、辛いじゃけど、僕意外とあのそんなに、まあ、じゃあちょうどよい辛さ、いただきます。辛ですから、うまいね、うまい、うん、あ、めっちゃうまい、10年前でしたこれね、うん、下からライトアップされるの結構怖いかも、最初間違ったの、あれだな、今、ね、ファーストインプレッションが一味がめっちゃかかってると思うんですよ、めっちゃ辛いと思うんだけど、うまい、これこれはうまいですな。うちらの感覚でね、やっぱ東京ってご飯がすごい美味しいとこじゃないっていう考えなんですよ、北海道なんで、うん、今回の旅行でハズレを引いてるのは今日の朝会議が終わった電車の着くのを待ってる間の居酒屋さんだけです、うん、あ、怖い、広かった、あれはね、俺が店出してもね、儲かるよ、あれだ、あんだけ入るんだから、うん、ね、まあまあ、あの言いたいことは僕ら言いました、本当にふらっとして、うーん、あ、うん、って思ったけど、うん、まあ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 、いっかみたいな、こういうクオリティが平均なんだろうなっていう感じ、うん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 、マジでここはね、全然別格で違います、美味しいです、うん、そうで、ちょっと話戻しましょうか、うん、東京に着いて、うん、一発目、うん、暑い、蒸し暑い、本当に飛行機を出てすぐ僕は上着を脱いで
汗をかきまして、うん、あれびっくりしたね。びっくりした。サウナだね。びっくりした。こっちサウナだね、本当に。7月の日本当に広い。いや、よくみんな東京の人ってさ過ごせるなって思うもん。暑くてたまんなくて、ほんとそう。あいつ、秋田のあの、スチームサウナ入ってくる。そうそう。いや、でさ、浜様のさ、浜様でさ、今のこの今着てる上着着てたじゃない、うん、で、さ、パーカー着てた。暑くねえのかなと思ったの。暑いでしょ。で、途中から飛行場出て電車に乗ってから脱いだんでしたっけ。ああ、そうですね。東京着いて、東京に入ってから電車に乗って脱いだんですよ。もうそれまでね、僕ね、もう最初からね、半袖でした。あんまり体冷やしちゃいけないなって思う。ね、そういうのも。いや、でもさ、暑いよ、こっち。いや、これが普通なんでね。軽く今ね、ちょっとしたホームシックですよ。ギガ見たい。いや、ね、あの、明日見れるからいっぱい。そうね、明日行くところがね。あるからね。うん、そう、で、昨日、東京に入りまして、どこ行きましたっけ、一番最初。今日にして、一番最初は秋葉原。あ、そうですね、秋葉原に行きまして。うん、なんで秋葉原に行ったかっていうと、もともと本当はカメラの、今使ってるこのカメラの下に手持ちでこうやって使えるなんかボックみたいなのが欲しいねっつって行ったんですが、一旦線混んでる、暑い、腹減った、着いたのも遅かったしね、で結果なんかとりあえず調べて、あ、これ良さそうだねって言ったなんか洋風というか欧風ですね。欧風のなんかレストランに行きまして、ちょっとメイドさんの太ももを見て、僕は見てました。正直に言いましょう、見てました。メイドさんっているんですか？いや、まああれは見れてるもん。あれはサービスの一環でしょ。まあ、あの、可愛いわ、セーフ。そうですね、あの、マックでスマイルくださいっていうみたいなもんですからね。マックは、マックでスマイルくださいって言ってた俺の知り合いの学生いたな。アホみたいだったな。で、まあそこで初めて東京のご飯というものを食べました。美味しかった、もう。ああ本当に、あそこね、あのね、びっくりするほどね美味しかった。そう、なんかあのキャバ行って、まあ、それで食べましょうかなって言って、まあ、とりあえず飯食うかって言って、そうそうそう、なんか俺も初めてだからね、いろいろ調べて、うん、ここちょっと気になるよねって、なんか居酒屋風のメイドさんのとこで、なんか、まあ、料理メインみたいな感じだったから、どうかなと思って、あの、外してない気持ちが、道民としてはあるんですけど、行ってみて、あ、いいんじゃないみたいな。で、店員さんもね、すごい、あの、親切。あ、そうよかったし。ね、こういうもいもい系の店ありますかって。まあ、一軒もあろうかなって、上に行かなかったんですけど。うん、ちょっと時間がね。そうそう。元祖メイドみたいなの行ってみたいなと思って聞いたんですけど、まあ、それ丁寧に教えてくれて、うん、ここ、どこですよって。ここ、あんまりおすすめしませんよっていうのもあって。あ、わかりました。つって、聞いたんですけど。まあでも、あそこはね、もう一回行ってもいいかなと思う。ね。もう行く暇ないと思うんだけど。次回ですね。なんなら次回行ったけ、昨日いた子は多分いないだろうけど。次回があるんですしね。そうですね。いるかな。まあまあでも、美味しいし、結構で、単価自体はそんなに高くなかったかな。まあこんなもんでしょうね。うんうん。アベレージな感じ。うん、昼間から酒も飲めて。そうだね。そうだ。なんなら朝から僕ら飛行場で飲んでますからね。一回飲んでますからね。そう、最初は本当は浅草の浅草寺に行って、ホッピー通りとかそこでいつも飲んでるから、そこをぜひね、紹介したくて、昼間から飲める素敵な通りがあるんだよって、ストリートがね、あるからって行こうと思ってたけど、ちょっと予定変更で秋葉原行って、浅草寺行ってみたいなね。
そうで、その後浅草寺に行きました。また浅草寺も素敵なところで、うん、で、なんかお祭りだったのかな、ね、なんかでも、結果、三社祭りではないっていう。あ、そうなんだ。うん、みたいですね。多分なんか三社祭りは一番最初は5月って書いてあったんで、あの帰りっていうか、ホテルに向かう途中の、地下鉄のポスターに書いてあったので、まあ、三社祭りではなかったにしろ、電線も出てて、結構面白かった。いや、でもね、そうなんですけど、俺ね、昼間行ってる人間としては、ほっといい浅草の雰囲気が昼間。寄席とかのね、いや、すごい来たって。誰も見れなかったし、あとね、唐辛子の喋りながら作ってくれるあれが、薬味をこう混ぜながらね、やってくれるあれも面白いから、ぜひ見てほしかったんですけど、今回見れなかったら、また次回と。次回ですね。昼間のね、いいところもいいんだな、これが。次回はさ、こう、まあ、イベントごとで回ってくるのもいいけど、普通に東京観光来た。遊びのメインでね、いや今回はもうだからもうこの時間に行かなきゃいけないんだなって思ってたから、すごくプレッシャーかかる。しかも朝早かったし、そうで、どういうまあね内容なのかも全然よく分かんなかったし、あ、こういう感じなんだと思ったけど、まあまあ爪痕は2つ残してきたんで。そうですね。まあ後で喋りますけども、まあ昨日、そのホッピー通り、っていうか、おみくじ一覧引いたじゃないですか。それとも大吉は出ませんでした。が、タマ様に関しては吉。いいことを書いてありますね。ダメなのないんじゃないかな。多分なんだっけ、病はなんか油断するなみたいな、ね、良くなっても油断するのは禁物みたいなの書いてあったけど、それでは良くなるとか、叶うとか、ね、全部めっちゃいいこと書いてますよね。お、マジかと思って思います。そう、次引いた俺がね、なかなかね、衝撃的なね、内容だったんですけど、ちょっと確かになって思う部分もあったんですよね。というのは、動画で、後日、ドルドル TV で東京遠征の、動画の方で出ると思うので、僕が何を弾いたのか、そしてどういう内容だったのかっていうのは見ていただければね、確かめていただけるとね、はい、嬉しいなとは思いますけど、いや、その後に行ったホッピー通りさん、これまたね、テンション上がったね、あれね。動画を見ていただければね、きっとね、分かるんですけど、まあ、後日上がるんで、なんですが、まあね、お祭りみたい、本当に。で、北海道でいうと、中島公園にある北海道神宮祭みたいな、ああいう雰囲気がね、やばい、常に毎日あるっていう、これが東京か、おっかさん、これが東京や、毎日人がいっぱいいるんや、食べ物もね、まあまあ美味しかった。あのね、ハムカツラーメンだったんですよ、こっちの。ホッピー通りをちょっと前にテレビで見たときに、ホッピーとハムカツを食べてたんですよ、久美子さんかな、テレビね、食べてて、食べ、うまそうと思って。いや、まあ、そういう影響ありますよね。美味しかった。いやいや、あれはね、食べてみていいかな。あと、一つ言っていいですか。すいませんね、枠に関係ないんですが、ラストオーダーにちゃんと食べたので、食事昔あれだったら、食べるもの、まず食べ始めましょうかっていうのを話、だから、そこは本当じゃないですか。あ、後ろの話ね。そう、で、昨日、ピオ通りでちょっと選んでくださいね。あれ、え？取ったの？あ、ごめんなさい、手に入れないです。忘れてました。気温に気に入ってください。いいですね。ホッピー通りで昨日飲んでまして、2時間ぐらい飲んでましたよね。これがまたね、うまいし、雰囲気もいいし、よく酔えた感じで。
まあ次の日があったので、ホテルも取ってたので、うん、ホテルに、際の方に向かいまして、うん、ホテルに泊まりました、うん、まあ、なんだかんだいろいろありましたけど、うん、あのホテルもまあ、なしじゃないかなうん、それはね、うんうんまあ、あれに慣れれば、もう全然普通のなんか感じかなと思うようなホテルで、うん、あの普通のホテルじゃないんで、うん、カプセルなのかと思うんですけど、うん、僕らあのできるだけ、ね、安く、うんなんかね、っていう動きをしてたのでカプセルホテルに泊まったんですけども、まあ今駅からも近くて、うん、ご飯物が食べたいです。はい。焼きおにぎりかお茶漬け。焼きおにぎり。ここいただけると一緒に。ブーちゃんもおにぎりが好きなんですね。このネタね、あのうちらしかわかんないんで説明しますけど。これあの山本、あれなんだっけ山下清志さんの、はい、あの、あれなんですけど、ね、すいません、はい、いいですか、あの、焼きおにぎり2つと焼きおにぎり2つ、はい、と全部、あと、そっちで焼きおにぎり3つ、はい、あと、あの、初日飛行機に乗る前に白ごま豆腐、僕がお腹減ってたんで、おにぎりを食べてたんですよ。したら、その、こちらそのネタがね、ずっと続いてるんですよ。ずっと続いてる。どうしましょうって感じ。ご飯のものを見ると絶対に来るんですよ。で、まあ、なんか、東京、どこの話だ、あ、そう、1日目、基盤に泊まりましたよ、ね。ところで、2日目ですよ。2日目は朝6時半からロケいたしまして、際を出たのが大体8時ぐらいかな、うん、で、あれが満員電車かというものに乗りまして、うん、いやまだあれ緩い方だけど今日の帰りが良かったね、うんうん、今日の帰りもまだいいマジっすか、うん、それあの高校の時に乗ったあもうこれ東京あの状況からあと2段階ぐらい入るいや無理もう手は開けてないでこっちゃんと入っていや本当にねやばかった今、まあ、うちらが荷物でかいんで、うん、バックパッカーみたいな格好してたんで、うん、あれなんですけど、まあ、それでもね初めて駅員さんが中に詰めるからね言ったのを初めて聞いてそうね、会議、うん、出た例のやつと思ってそうでね、散々今日も、ま、今日も昨日もそうですけど歩き回ってなかなか足がいってるわけですよそうですね、僕もね、あのコスプレのね、ママにが、うん、もう明日にメンターバーシーのダンティやりまして、あの結構あれね、うん、このあれが多いね、アイテム多いね、つけるアイテム結構重たいあれなければ本当にめっちゃコンパスなの半分ぐらいの荷物、うん、多分俺と同じぐらいになりますよねライダーがする中の下半身が、ね、重たいんですよね、うんうんうん、バイカーのするアイテム2つつけてるから足なんで、うんうん、バンドブーツでしょブーツの中からブーツがね、重いんですわブーツ、しかもこの時期に入っても意味ないし、うん絶対歩くからブーツ履きたくないと思って、ね、二足絶対必要だよ、うん、ね、プラスみたいなプラスの中ベルトも3個ぐらいして、うん、ビューツ出してみたいなコートも持ってみたいな、うん、なると相当な重量、うん、